で今日は SJ タイプの価値観なんですけども、The Value of Guardians。 人それぞれが異なる価値観を持つものであり、4つの性格タイプが最も顕著に異なるのはこの価値観の領域であると、うん、本当ですかね。気質は好ましい気分、信頼を置くもの、憧れるもの、求めるもの、大切にするもの、そして目指すものにおいて異なると。これらの価値観の対称性こそ人が他者の4つの気質パターンを認識し始めたとき最初に目につくものであり、自己イメージや知能の形態など他の領域の違いよりはるかに判別がしやすいと、うん、何に価値を置いてるかっていうので、はい、それが一番この顕著に分かるなんて、はい、カーシー博士はおっしゃってますが、はい、ちなみにこの4つの違いというのがこちらですと。左から3番目のところにあるガーディアンズ、はい、SJ ですと。でガーディアンはしばしばある深刻な事柄に気をかけ、権威を信頼し、グループの一員となることを切望し、安全を求め、感謝の言葉を大切にし、遅かれ早かれ幹部になることを目指している。これらの価値観は他の気質と根本的に異なっていますと。懸念と言われても、はい、存在が懸念と言われてもちょっとピンとこないですもんね、まあ、読まない、説明を聞かないと、はい、Being Concerned とあるんですけども、ガーディアンの支配的な気分は懸念であると。常に何かを懸念してるんでしょうね、はい、はい。彼らは自分の家、仕事、家族、地域社会を気にかけている。義務や責任、健康、財政、服装、時間通りであるかどうかについて気にかけている。 SJ は犯罪と刑罰、学校の基準、公共の道徳などの大きなことを気にかけており、皿洗い、バラの油虫、ガソリン消費量などの小さいことも気にかけている。もちろん他のタイプの人もこれらの多くの事柄を気にかけているが、ガーディアンほど広範囲かつ真剣には気にかけていないと。性格タイプの中でガーディアンだけが真に気にかける市民と言える。コンサーンドシチズンって書いてありますね、はいはい、っていうのを読むと、まあ、権威の信頼とか、はい、幹部になることを目指すとかね、はい、これはなんかちょっとピンとくる節。でもこの多分居場所って話ですよね。存在懸念なので、この世の中に自分の居場所、確固たる居場所を作りたい、はい、そのためには権威が必要だみたいな感じなんじゃないですか。でそれについて懸念している。そう、自分の居場所がなくなる可能性がある、ちゃんと周りの期待に応えないと自分の居場所がなくなってしまう可能性があるみたいな、だから細かいところまで注意してみたいなイメージです。ない。いや居場所は大切ですよ、はい、でも僕が旗を立てたいじゃないですか、はい、その旗を立てることで、はい、自分の居場所をボンと立てられるっていうのであれば、はい、まあ、このガーディアンズの可能性はあるのかなとは思いますけどね、はい、そうですね。ちょっと読んで、でもそんなに細かいことまでは気にしてなさそうな気はするじゃないですか。無理なんですよね、キャパ的に、はいはい、何でも全てについてこれほど徹底的に気にかけることはガーディアンを憂鬱にさせる脆弱性を生むと。これがおそらくガレノスが彼らをメランコリーと名付けた動機であろうと。簡単に言うと SJ は度が過ぎるほど心配しがちで、特に愛する人たちのことを気にかけるが、一般的に社会の方向性についても気にかけている。多くの SJ にとって社会は衰退しつつあり、道徳やマナーは昔ほど良くなく、誰も敬意を払わなくなった。世の中は一体どうなっているんだ、うん、この深刻な懸念は最も幸せな SJ の額にシワを寄せ、オスカー・ワイルドの完璧なガーディアン的タイトルのコメディ真面目が寛容で示されるように、周囲の人を心配させると、はい、セシリー、ジャックおじさんはとても真面目なんです、時々
あまりにも真面目なのでちょっと体調がすくれないんじゃないかって思うんです。あなたの保護者は非常に健康で、その重々しい様子は比較的若い人にしては特に称賛に値する。私は彼ほど義務と責任感が高い人を知りません。引用ですね、多分、はい、これはガーディアンが明るくならず他の人たちと同じように楽しい時間を過ごせないって言ってるわけではないと。 SJ にも素晴らしいユーモアなセンスがあり、たくさんの友人がいて充実した社会生活を送ることができます。しかしパーティーを開くときでさえガーディアンは心配することができますと。トールキンのホスピタリティなホビットビルボ・バギンスは友人をお茶に招くのを楽しんでいるが、招待状サービス、そこに置くなんて言うんでしょう、用品、まあ、製品について悩んでいますと。彼は訪問者が好きだったが、到着する前にそれを知っておくのが好きで、自分自身が招待するのを好んでいた。ケーキが足りなくなるかもしれないという恐ろしい考えが頭をよぎり、彼はビール1パイント入りのマグを満たすために地下室へ。その日の午後に夕食後のおやつ用に焼いていた2個の美しい丸い種ケーキを取りに戸棚へと滑るように書き込んでいった。ホストとして義務を知っており、いかに辛くともそれを貫いていましたと。言ってることはわかるんですけどね、はい、いやなんかそのホストであれば、はい、そういうのを気にかけるべきだよねってやってるだろうなとは思うんですけど、はい、多分ね話し始めるとね、はい、夢中になっちゃう気がするんですよねはいはいはい。でなんかまあケーキが足りなくなったとしても、はい、パーティーが楽しければいいだろうぐらい、はいはいはい、でそれは譲り合いだろうって考えると思うんですよね、うん、でそんなことよりも、はい、なんて言うんでしょう、そういうのでその場が暗くなるのが良くないみたいなのに目が行くような気がするんですよね、はい、うん、まあ、きっちりしてる人ですからね。全員 SJ だったら多分足りないなんてことはないんですよはいはいはい、はい、SJ は組織の中で立ち位置を気にするか、まあ、組織自体を気にするんじゃないですか。この組織が大丈夫か、大丈夫か、でその中で自分の居場所がちゃんとあるか、まあ、トップになるとかじゃないですよ、まあ、なりたい SJ もいるかもしれないですけど、はいはい、守護者というけど守るものが地域共同体で人類じゃないと感じると、まあ、まあ多分組織って感じですよね。そうですね、僕のイメージ的には。そうですね、人類みたいな、まあ、人類が完全な組織になれば人類に目がいくかもしれないですけど、あの町内だと思ってます、はい、共同組合、自分なんだか、そう、共同組合とか、共同組合ですよね、はい、あとまあ会社とか、そうですね、はい、学校とか、はい、で、カーシー博士に戻りつつ、次はトラスティング、信頼する部分として権威とありますね、はい、トラスティングオーソリティガーディアンは権威を信頼します。彼らは上から下への権威、権威ルールとあるんですけど、まあはい、そういうルールによる階層的な権威構造を信じています、うん、彼らは従属と上位性が、上位性っていうのはまあ上位とかっていうことですね、はいはい、があるべきだと信じており、コミュニティ、学校、教会、企業メンバーの行動はもちろん家族の行動も最高位の人々によって統治されるべきだと考えています、はい、SJ は教育や医療の分野では権威者の言葉を信頼しています。彼らの疑う余地のない前提は医者が一番よく知っているっていうことだと。さらに SJ は教会と国家の長に対する揺るぎない信頼を寄せており、ローマ法王や宗主、大統領や首相、あらゆる種類の王族は彼らの信頼と忠誠心を掴んでいるようだと。そして多くの SJ はさらに公事の権威が我々を見守っていると信じていますと。神様とかなんですかね、まあ、宗教なのか、うん、ルールなのか、それこそルールじゃないですか、宗教も。あ、まあそうですね、道徳っていう、そうですね、はい、常識とか、
天の慈悲深い微笑みは、天自身が定めた永遠の秩序と正義の規則を無視する国民に決して期待できないと建国の父ジョージ・ワシントンは言いました。ルールを守らんと天は笑ってくれんよって言ってるんですね、はい、名古屋弁で言いましたが、はい、はい、いやルール守らんやつはあかんぞって話ですね、うん、っていうのを見ると、いや医者も騙すでしょって思う。それは、まあ、それもあるかもしれないですけど、はい、だからこう医者は騙してはならないみたいなのがあるんじゃないですかね。権力者、まあ、今の権力者を敬ってるかどうかはまあ微妙じゃないですか、はい、SJ だからといって。そうですね、はい、そうすると権力者はそうあるべきだみたいなことは思ってるんじゃないですかね。医者はそうあるべきだみたいな、うん、って言われると、はい、そうだといいなとは思います、はいはいはい、ガーディアンの権威への信頼は早い段階から現れます。新しく集まった幼稚園のクラスを観察すれば、5歳児の約半数が真剣かつ緊張して自分たちがすべきことを教えてくれるよう教師を見つめているのがわかるだろうと。残りの子どもたち、ほとんどは SP はいくつかの NF、NT が自己意識過剰で群れの中で多少迷っている間に子犬のようにじゃれ合ったり匂いを嗅いだり楽しい時間を過ごしている。ところで小学校と中学校では教師のうち通常3分の2、それ以上の頻度で4分の3がガーディアンであると。この職業の選択は多くの SJ にとって意味がある。なぜなら伝統的な学校は生徒に基本的な事務的スキルと事実情報のコアボディを供給するだけでなく、次世代に秩序感と権威への尊重を伝えることを約束しているからであると。違いますねこれを読むと、はいはいはい、僕やっぱりじゃれあったり、はい、匂い嗅いだりしますもんね鼻くそ食べたりねはい、はい、で鼻くそ食べていかに目立つかじゃないですか幼稚園児なんて。僕には分かんないですけどね。あ、そうですか、はい、僕はアリとか追いかけてました。僕はなんかこのなんか汚いことすると目立つじゃないですか。目立つとか考えたことがなかったですもんね。床を舐めるとか、はいはい、目立ってましたけど僕そっちで目立つとかっこいいですねでもこう行方不明になって目立つとかですよいなくなりましたなるほど、はい、ジョージ・ワシントンは多分 ESTJ と。なるほど